を取ったらいい話だと私は思うんですけども、うん、しかしそれでも足りない、うんね、だからそれ一般財源との兼ね合いをどうするのかという話になってくるからね。だから、まあ、維新さんがですねこれを全部地方で全部じゃないか地方で大学に回すとこういう話をされておるわけですけども、これも結局同じことじゃないかなと。こう回したってその分またこっちで足りなくなるというようなことで、もっと根本的に抜本的な税改革というものをしっかりやらないと、これ解決しない問題だというように思ってます。いや、もちろんそうなんですよ。で自民党としては消費税は上げるんだということで、これは諦めて。上げるということですね。はい、わかりました。この議論をずっと続けたいところですがね、2つ目の問題からして、ね、今度は原発の在り方を含むエネルギー対策ということなんですね。これも大変重要な問題、代替エネルギーの問題、それから原発の分断をどうしていくのかと、重要なポイントになってきますから、大橋さんからちょっといきましょうか。はい、どうぞ。変わるってことですか。これは変えるという、私は一応でいいですか。はい、じゃあ宮本さんからいきましょう。原発については私どもは即非ゼロというのが最も責任あり現実的な道だと思っております。そもそも今動いている原発は大井原発ただ一つでありますから、福島第一原発事故から1年8ヶ月経っていまだに収束の兆しがない。それから原発が動く限り核のゴミというものが出ますけれども、いろいろやりますけど、使用済み核燃料というのはどうやって処理するかというのは未だに技術的に、確立してないわからないわけであって、もう6年経てば、プールが溢れ出すということも警告されているわけで、これ以上続けることはできない。それから大井原発の地下には活断層があると、この危険がすでに原子力規制委員会からも指摘されているわけですから、可能性がある以上は止めてきちんと調査することが当然だと。今動いている一つを止めれば直ちにゼロになるわけですから、10年とか20年とか2030年代とかという議論はむしろ現実的でないわけであって、私たちは直ちにゼロにすべきだというふうに考えております。それでそのためにはやっぱり再生可能エネルギー、自然エネルギーに思い切ってシフトしていく必要があると。で値段が高いという議論もありますけど、風力なんかもっと普及していけばね、2020年代は火力を上回るという試算結果も出てますし、それから今まあ買ってるその LPG がアルミ関連に比べて9倍高いと、こういうものの値段を引き下げさせているというところがいると思うんですよね。私たちは、間をつなぐ意味で火力というものに対応する必要があると思いますけれども、それを5年から10年というスタンスで明確に自然エネルギー、再生可能エネルギーに切り替えたいというふうに思っています。同時にやっぱりこの問題でも再稼働をやれというのは一番対外からの要望が強いわけですよ。野田政権も一旦は30年代に原発ゼロを目指すと閣議決定をしようとしましたけれども、閣議決定できなかった。それは財界筋からもそういう厳しい求めがあったというふうに報道されてますけどね。だからやっぱりその財界の言いなりのような政治をやってたんでは本当ダメであって、国民の生活第一に守るという立場でまず政治が原発ゼロを決断する、その上でそれを進めるための具体的なプラン、私たちは原発ゼロの提言という形でお示しをしましたけれども、そういうやっぱり具体的なプログラムをですね、はっきり打ち出して進める必要があるというふうに思っています。で、原発事故に入っている安全神話というのがあったと、その安全神話をずっとこう振りまいてくる一つの要因にその原発マネーというお金が随分こう行き渡ってね、原子力ブランドが形成されたの、こういう政治とは決別しないとですね、はい、ダメだというふうに言います。わかりました。さあ、じゃあ熊谷さん、どうでしょうか。私は大阪大学で長年電気工学科におりましたものですから、エネルギー問題、電気エネルギーについてはこの中では比較的専門に近いものだと思っております。その私が脱原発、卒原発ということを言うのぜひ考えていただきたいわけでございますが、やはりこの福島原発の事故ですね、
で、その直後から、まあ、私、科学技術特別委員会の理事をしておりましたものですから、あの頃は与党民主党の理事でございましたが、まあ、委員長、川内さんと私がですね、まあ、必死になって、その事故時の緊急対策マニュアルをですね、東京電力に求めたんですが、まあ、出してきたものは全部黒塗りでございました。まあ、それをですね、一応緊急対策はちゃんとやってたんだということにしましょうというか、まあ、民主党の筆頭理事がおりましたが、我々私はそれは絶対認めないと、まあ、そういうこともあってですね、やはりこの国では技術レベルは私は自信があるんですがね、技術者としてマネージするその役所も政治家も全然ダメだと思いまして、まあその7月以降移動してからですね、まあ、政策を決定する中においていろいろ議論もありましたが、脱原発ということを舵を私は切りました。で、まあ、新しい日本の日本未来の党の方、代表もですね、卒原発という、これは10年間で、これ我々が最初から言ってたんですが、10年間でスケジューリングをしてですね、サドンデスになるかどうか分かりませんが、少なくとも再稼働には慎重に、そして一番大事なことはですね、皆さん、原発に私はこれはもうダメだと思うのは、もちろんそういうその管理運営、危機管理が全然ダメだということが一つと、もう一つはやはり廃棄物です。高濃度廃棄物の処理が全然まだ確立されておりません。どこに一体持っていくんですか、最終処分場。これがなしに稼働し続けますと、年間30トンから、もっとですね、まあ30トンぐらいですか、高濃度の廃棄物が出てまいります。積み増されていくわけです。プルトニウムはイギリスから帰ってまいります。どうするんですか、これ。だから再処理も含めて全部やめましょうと、とりあえず。まあ、将来、そして10年間の間にですね、今おっしゃった再生可能エネルギーを飛躍的に高めて、雇用も増やし、そして経済を活性化する中でですね、それが生まれてくるわけです。洋上発電だけでですね、原発100基分のエネルギーを生み出します。はい、こういうことに着目して、我々は原発ゼロを、考えております。はい、しかし、まず最初に昨年の 3.11 日の大震災、そしてその後の津波による、福島の第一原発の事故、これによって、まあ、今なおですね、数万人、5万人を超える方々が厳しい避難生活を送られているこの状況については、私も公明党も連立与党を担ってた10年間があります。その間にもっと安全基準を見直せなかったのか、安全基準と言われる中で事故の想定というのをもっとできなかったのか、そのことの反省はしっかりとしなければいけないというふうに思います。私ども、まあ、公明党は今の、まあ、この原発に対する立場は、まあ、新規の原発の着工は認めないという立場でございます。まあ、したがって、将来的には、まあ、原発ゼロの国を目指すと、作るというのが、まあ、原発の寿命を基本的に原則で決められておりますので、これを厳格にしていくとともに、それを、まあ、少しでも早くしていくことを目指したいというふうに思っております。ただやはりここはですね、本当に重要な課題であります。ぜひ慎重に、しかも深めた議論をしていくことが私は大事だと思います。今回の衆議院選挙においてやっぱり極めて重要な有権者の皆様でじっくり考えていただきたいテーマであると思っております。特にこれまで関西地域も含めて原発にやはり実態として4割電力の需要を依存してきたわけです。これを直ちにゼロにして、果たして大阪の経済関西というのに成り立つのかということは考えなければなりませんし、また将来的にゼロに目指していく上にあって、やっぱりその工程表をやっぱりしっかり考えていく必要があるというふうに思います。やはりその代替エネルギーをどう確保していくのかということを考えずに、依存度を減らす、あるいは脱原発、原発化というのは、私は責任だと思っておりまして、ここはやっぱり省エネを大幅に推進していく、あるいは再生可能エネルギーを大幅に推進していく、そしてもう一つは当面依存せざるを得ない、まあ、火力発電所の効率を上げていかなければいけないと考えております。今火力発電所の燃料から、まあ、電力に変わる効率が、まあ、大体平均して 40% と言われております。まあ、平均ですから古いものは、まあ、3割近く
効率の高いものは、まあ、6割近くあるんですが、こうしたあの高効率の、まあ、火力発電所に、変えていくことによって、省エネを実現することで、とともにこういうあの省エネ分野、再エネ分野というのは、これからの日本の産業を引っ張っていく、まあ、成長産業にもなり得ますし、またあの国際社会においても求められる日本の技術力が試される分野になってくると思いますね。ここにやはり、研究開発ですね、進めていきたいというふうに考えています。はい、わかりました。小田さん、行きましょう。私どもはあの政権与党として、2030年代の原発ゼロ社会を目指すということを決めておりますし、またあの今回先ほどお見せしたこのマニフェストの中でも原発ゼロで生まれ変わる日本ということを謳っておりますので、この方針は守っていきたいと思っております。ただあの中にはですね、結論を先送りするような、まあ、まさに原発維持の方々もいらっしゃいますし、また今即刻止めるべきだといったような実現可能性を無視した無責任なという話もあります。私たちはこの2030年代ゼロを目指す中でエネルギー革命というのをやっていこうと思っています。これは両輪だと思っています。ゼロ社会を実現するためにはエネルギー革命をやらなきゃいけない。そのエネルギー革命は何かということは、新しいやはりエネルギーを風力、また太陽光、水力、いろんなものを総動員して、使っていく。そして徹底的な省エネというのも私は必要だと思います。私は大震災の時東京におりました。非常に、計画停電という計画性のない停電で大混乱をしましたが、まだまだ私の関西人も、この節電というのは努力すればできるものだと思っておりますが、まあ、気持ちだけではいけませんので、さまざまな新しい技術も私は入れていくべきだと思っております。昨年秋にシリコンバレーの方に行ってまいりました。これは新しい技術、新エネ、省エネ、その技術を見るために行ってまいりましたけれども、世界にはいろんな素晴らしい技術がもうすでに存在しております。日本にもあると思います。そういうものを総動員してこの2030年代原発ゼロのために、政策をしっかりやっていきたいと思っております。あと大事なことは発送電の分離、これも検討して自由化を私はしていくべきだと思っておりますし、またエネルギーの地産地消、まあ、あんまり聞いたことがないことかと思いますけれども、やはり、家庭を含めて自分たちで使うエネルギーは自分たちで、生産する賄う、こういうようなライフスタイルをですね、新しく作って私はいくべきだと思います。おっしゃったように、核廃棄物の問題もこれ大きな、これ小屋にツケを残すような話ですので、この技術の確立もしっかりしていかなければならないと思っています。はい、分かりました。じゃあ北野さん、どうぞ。まず前提としてですね、再生可能エネルギー、これをしっかり普及させていく、ということは、これはもう絶対やっていかないことだというふうに思っています。これはもう国のですね、大きな責務であると、そういうように思います。ただその上でですね、原発エネルギーをどう考えるのかということになってきましたときに、私はやっぱりこれもですね、国民生活というものをまず第一に基本的に考えていかなければいけない、そういうように思ってならないわけですね。でこれ、原発をゼロにした場合に、果たしてこの電気の供給がちゃんとできるのかどうかという問題、それから電気代のです、ね、上昇、一説では 30% から、場合によっては倍になる 100% の電気代が上がるだろう、そういうような形になった場合に、これ一般家庭はですね、この電気を消したり、省エネやって、まあそれは過ごせるかもしれません。しかし企業ということを考えたら、産業、ものづくり、そういうことを考えますとですね、これはもう本当に耐えられない、この日本の国内で仕事が続けられるのかどうかという大変な不安を持っておられるわけですね。これは先ほど来お話の雇用問題にも響いてきますし、経済そのものに響いてくるということを考えますと、このまず原発をゼロにする、そのためにはその代替エネルギーをどういう形で進めていって、どういうように供給ができるのか、電気の料金をどういうように抑えることができるのか、どういうような形で
進めていけるのかという、そういう明確なですね計画、そういうシミュレーション、そういうものをしっかりと出さないとですね、私は本当にこれは無責任だというように思ってならないわけですね。これはやはり、当面ですね、原発そして再生可能エネルギー、今いろいろ言われました地産地消の話もあります。もちろんそういうようなことも含めてベストミックスしっかり考えていかないかというような思いがしています。もう一つは、私は海外に向かって日本が本当にその原発技術というものを世界に提供する、安全な原発というものを提供する、世界にですねやはり原発は厳然としてあるわけですから、それをしっかりと日本が安全なものを技術を提供していくということも、福島で原発事故を起こした日本として大変大きな責任ではないのかなというような思いがしております。以上でございます。はい、わかりました。じゃあ、マジで。はい、今までの話を聞きいただいて、もはや我が国日本国では、原子力発電は世界かというのはもう分かりだと思うんです。で、我々もですね、大阪府市エネルギー戦略本部会議で今検討をいただいておるんですが、直ちにゼロにしたいということを言い切りたいところはあります。しかしながら現実を考えた場合に、今回この夏ですね、大井の稼働を、されたんですが、あれをどうやらこう今検証してるよと言ってこられたときに、非常にですね、大阪市内の方はご存知だと思うんですが、計画停電の計画表が書かれたんですね。でその時に医療機関、特に救急医療、そして個人の命を直接お伝えしておられる医療機関の先生方、医師会はじめ近畿一円の方々が私どもの方で非常に大きな陳情がありました。生命リスクを考えていただいているんです。これはですね、国、そして自治体、国民の財産、生命を守るという一番のところが脅かされる可能性があると言われています。そうなるとですね、やっぱりその原発をなくすと謳いたいところではありますが、現状の認識をしなくてはならない。現状の認識というのは、先ほど申し上げたみたいに原子力発電によるいろんな影響で事故があった 3.11、 これまで役人さんが国で決めてきた安全基準、安全神話が5、6も崩れ去りました。だから我々はルールをしっかり構築する、世界水準のルールを構築して、賠償のルール、廃炉に至るまでのルール、そしてもし稼働するんであればこの最低のルールを作る、ルールをきちっと構築した上で原子力発電に対する依存度を低めていく、脱原発を目指していく、それが一つで、そして先ほど皆さんおっしゃられてました発送電分量する、そして徹底的に市場化する、電気料金の値段の競争化させる、そしてもちろんそうです、自然エネルギー、それをうまくミックスして使っていく、それらを全てするなら、そしてまた電気業界、スマートグリッドで熱くなければ一度下がるとか、そういうのを自動的に導入していく、全てを構築した中ですれば2030年代にはフェードアウトするでしょうというふうに主張をさせていく。それがフェードアウトか、ね、石田慎太郎さんの思ってたところですか。アマと私どもの松井幹事長が、取材にお答えされておりましたが、我々、聞いているところでは、代表と代表代行が同意して、政権公約を発表した中で、今から変えることはございません。